ですが、自衛隊装備品にも搭載されてくるでしょう。ディーゼルエンジンの代わりと考えると、いろんなものに置き換えることが可能です。もしかすると、次々機潜水艦にも、ちょっと気になるので、詳しく見ていきますね。しかし、水素は取り扱いが難しいから、潜水艦には無理なのか、開発を。今も行っているのか、少し考察しています。今、2020年12月に発売されたトヨタから発売された新型水素燃料自動車 FCV 未来に注目が集まっている。これまでガソリンエンジンの次世代の自動車は電気自動車 EV であるとされて、各社から新型 EV が続々と発表されてきていたのだが、実はここに来て、FCV には EV にない長所があることが分かってきたのである。効率だけを考えれば、純粋に電池動力だけの電気自動車が一番いいのは、明らかで、今更燃料電自動車など必要ないので、鳩の声は確かに多い。水素を使った燃料電池自動車は、燃料の水素を電気分解して生成した水素が燃料で環境問題にも対応する素晴らしい技術なのだが、その水素を800気圧以上に圧縮する必要があって、そのために膨大なエネルギーを消費することを考えたら、効率は確かに良くないので、決して省エネで環境問題を解決する手段ではないだろう。乗用車に限って言えば、この先近い将来に充電を1回しただけで 500km 以上走ることができる EV が出現するかもしれないし、日本全国のあちこちに充電スタンドが設置されて、現在のハイブリッド車と同等くらいの価格で販売されるようになるのかもしれず、そうなれば未来のような燃料電池自動車の需要はなくなるかもしれない。しかし、乗用車以外に目を向ければ、燃料自動車が必要とされる車種もまた存在するのである。燃料電池が活躍するとするならば、それはバスやトラックなどのディーゼルエンジンの代替ユニットとしての可能性ではないであろうか。バスやトラックなどの大型車は、どちらも24時間働かなくてはならず、また、運ぶ貨物や人員の重量を考えれば、乗用車など比べ物にならないほど大きく、例えば、大型トラックを満載状態で10時間くらい走らせるには、現在の日本で、最も大きな電池を搭載しているとされている日産リーフイータスの電池30台分の重量の電池が必要とされているのだ。ただ電池を増やせば済むのであれば話は早いが、これほどの電池をフル充電するのにどれほどの時間を要するかを考えると実に非効率である。それに加えて、大型トラックやバスの走行距離は、大して長距離であり、急速充電を繰り返される電池は、あっという間に劣化してしまい、電池交換の手間暇や費用を考えると、とても、これらの車種で EV の実用化が、可能とは考えられないのだ。水素の充填時間は、充電に比べれば実に短時間で、タンクの容量を大きめにすれば 1000km くらいの移動に問題はなく、トラックだけでなく都市間長距離バスや観光バスなどでは、充電となれば1時間以上の
時間を必要とするのに対して、水素充填であれば、乗客のトイレ休憩程度の時間で済ますことができるのである。さらに、燃料電池の利点として、ディーゼルエンジンより軽くコンパクトでハイパワーである点が挙げられる。新型ミライ搭載の燃料電池は、わずか 32kg ほどの重量でしかなく、それでいて、174馬力の高出力を発揮するので、例えば同じ。燃料電池2個を大型トラックに装備すれば、それだけで348馬力となり、ディーゼルエンジンの出力2と同様のパワーが得られ、3個搭載しても 96kg の重量で522馬力にもなるのだ。これほどの出力を現状のディーゼルエンジンで得ようとするならば、そのエンジン重量だけで 1200kg にもなってしまうのであるが、燃料電池であれば、周辺で必要な空気ポンプ、インバーター、モーター、水素タンクを装備したとしても、多く見積もって 300kg 程度で済んでしまうのである。しかも、燃料電池方式なら、排ガスが発生しない上に、騒音もほとんどないのが、利点で、この先地球温暖化抑制で、脱二酸化炭素を推し進める上で、陸上交通機関だけでなく、船舶や建設機器などに採用する意味も大きく、現在ディーゼルエンジンを使用しているものへの代替パワーユニットとして、燃料電池への期待は大きい。そうなると問題にあるのはコスト。乗用車と比べると、トラック、バスなどの生産台数は少なく、大量生産ができないためにコストダウンが、図れないのである。そこで期待されるのが、新型ミライの普及で、乗用車としてミライの、生産台数が伸びることによって、燃料電池の生産コストが低下することに、機体が膨らみ、ディーゼルエンジンと比べて差がなくなれば燃料電池搭載の新型トラックやバスがどんどん開発されることになる。もちろん、乗用車においても、現状ではミライと同じ大きさの大型乗用車を EV として作成して、航続距離を 600km 以上にしようとするならば、電池の重量は 700kg にもなってしまう。それらのことを考えれば、当面の次世代自動車の動力源は、蓄電池による。電力だけで賄うことよりも、燃料電池に移行する方が、現実的であると言えるのだ。ところで、この燃料電池については、自動車業界で、発展を遂げて、実用化からさらなるコストダウンを目指して一般化して、行こうとしているが、先にも触れたようにコンパクトで高馬力であることから、軍事面でも様々な需要があり、特に通常型潜水艦が先行のディゼルエレクトリック機関を補助する。動力源 AIP。非待機依存推進として、発電効率の良さと、静寂性や振動発生がないこと、水素と酸素の反応による、副産物が水だけと、最適と言える、発電機関なのである。問題は、潜水艦の艦内において、水素と酸素を安全に搭載する技術であり、その研究に、世界各国が苦慮している。例えば、現在考える水素の貯蔵法は、極低温下での液体水素としての貯蔵や、水素を吸収して貯蔵する水素吸蔵合金への貯蔵、そして、
メタノールなどの液体燃料などからの排出によって水素を発生させる方法などがあるが、液体窒素は常時、ごく、低温での維持方法が困難であり、万一管内で漏れると乗員の生命が危険にさらされてしまう。また、水素吸蔵合金は貯蔵できる水素量が少なく、必要な水素量を貯蔵するには大量の合金が必要で、吸蔵量が温度変化などで低下することが問題となり、さらに液体燃料の排出では排気ガスが発生するため、その処理が問題になるなど、それぞれ課題を抱えているのである。その中で現在開発を続けているのは、ドイツ、カナダ、ロシア、日本であるが、ドイツは、水素吸蔵合金を使用して、212型潜水艦に 300kW の、燃料電池搭載に成功して、実用化に一番近く、カナダ、ロシアは、液体燃料排出型の燃料電池の開発を進めている。そして、日本では、1962年から燃料電池の研究を始めていたが、一時断念、2006年に再開して、2010年まで、水素吸蔵合金型の研究を進めていたが、研究の遅滞と、合金の調達コストの高騰によって実用化が見送られ、現在は AIP としてスターリング機関を採用して双流型潜水艦に搭載している。いずれにせよ、将来的には石油に代わるクリーンなエネルギーとして各方面において水素と酸素による燃料電池の需要が高まっていくと思われるのである。